Generations Gen A Talk。ジェネレーションズの杉内メンディーと、あ、コーヒーなくなっちゃった、ごめんなさい。ちょっとすいません、あなたのターンなんで喋ってください。はい、コーヒーなくなっちゃったじゃ僕の。すいません、いただきます。あげます。カフェイン中毒飾るリュウトです。ハピネスの藤井カレンと川本瑠璃です。よろしくお願いします。先週に引き続きよろしくお願いいたします。ということでね。本物ですか？本物です。新鮮なリアクション2週目なんですけどね。ありがとうございます。大事、こういうの。大事ですね。ご本人ですか？2週目なんですけどね。2週目の方がエンジンかかってますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、引き続きね、リスナーの皆さんからたくさんメールいただいてますので、もう早速もう時間の許す限り行っちゃいましょうか。はい、お願いします。すごいですよ。すずちゃんさん。EXPG 同じとかだったりでプライベートで遊んだりしたことありますか？ハピちゃんとジェネ大好きですということなんですけど、プライベートでってあんまないか。ないですし、あと同じ僕と多分キャレンとルリは大阪校なんですけど、絶妙に被ってないと思う。被ってないですね。多分この中で多分 EXPG 一番早いことはもちろんカレンが早かったけど、うん、もう僕が入った頃に多分ちょうど出てったぐらいじゃないかな、うん、とか、まあその前には多分東京行ってたと思う。そうです。で僕が VBA 終わって東京行ったぐらいかじゃないかね。入れ違いじゃない。だってユータ君がインストラクターやってたんで、そう、被ってない、ここはだから。なるほど。そっか、すごい。被りたかった。そんなことより会社変わったね、いろいろ形変わりましたね。あの1階も今オフィスになってね。そうですね。あそこにスタジオあって、はい、あの隣には焼き鳥屋さんとかもあって、そこで会うことなんか多かったかもね、なんかね。ああ、夜ね、そういう食事会みたいな。食事会とかでね。そうですね、会食みたいな、はい。まだこんなに多くなかったですもんね。そう、所属の人たちがね。うんうん、そうです。そうやったわ、いろいろ変わりましたね。今はもうちょっともうわからない。わかる？私、中目黒がわかんなくなりました。どういうこと？規模が。なんかその、土地ってこと？あ、はい。道に迷っちゃって、この間も。中目黒迷うの？店とかも変わってるじゃないですか。あ、ビジネスしてたんだ、その店を。はい。その変わっちゃうからわかんなくなっちゃうんだ。はい。なるほどね、確かに。結構新しいお店でバンバン立ってますもんね。バンバンできてる。入れ替わったりとか。うんうん、まあいいお店いっぱいあるよな、眺めるな、ね、うん。そう、うん。迷うことはないけどな。会社には行けるんですか？あ、会社には行けます。はい、行ける。大通りに行けばいいだけだから。ルリないの、行きつけのお店。ないですね。ない。ありがとうございます。ないですね。中目。中目。昔は僕らあの隣の餃子屋とかめっちゃ行ってたの。ああ、行ってましたね、私たちも、うん、行ってたよ、うん、みんな行ってたよ、はい、あそこ。行ってました、うん、みんなで。最近何が嬉しいって会社の目の前に松屋できたのがもう最高。あ、あるある。そう、できてましたね。行ったことない、うん、行けへん、行けへん、行けへんけど、うん、直接もあの、うん、スタジオとかで食べるからさ、うん、お持ち帰りやね、お持ち帰りね。松屋できたの嬉しいな、ね、確かに。松屋行ったことありますか？ありますよ。え、ハピネスとかも結構好きで。何食べんの、松屋教えて。もうそのメニュー食べる、この後メモるから教えて。推しと同じ。うん、推し松屋するから。推し松屋、普通のやつです。牛丼、牛丼、うん、つゆは、つゆは普通、普通、うん、まあ、つゆだくって言うと欲しかった。あ、でもつゆだくも好き。つゆだくも好き。じゃあ普通の牛丼、つゆだく、何、半熟卵とかいけへんの？なんかドラマの撮影で私牛丼がめっちゃ好きな役だったんですけど、うん、その時におしんこの中に生卵を入れて混ぜて、なんか牛丼に乗せて食べるみたいなのがめっちゃ美味しかったです。スーの食べ方だね。あのメニュー、牛丼食べる時のこだわり。なんかご飯とかで食べる？食べますよ。試食グミみたいなさ。そんな変食じゃない。食事してる、ちゃんと。してます。家ではまあ簡単に作れるもの作ったり。自炊するんだ。メンバーとご飯とか行く時は普通に、まあ、みんなと食べるって感じです。で得意料理とかあるんですか？得意料理はないですね。あの何ですっけ、アプリ。あ、何でしたっけ、クックパッシルみたいな、そういうのを見ながら。作ります、全然簡単なもん。作んねんな、料理。作りますね。いや、グミやと思ってたわ。全然グミ逆に食べないです。グミ食べない、食べない。食べそうなのに。ワタパチとかバリ食べない。ねるねるねる。もう食べたことない。そんな不思議ちゃんじゃないでしょ。そんな不思議。いや、なんか不思議ちゃんイメージなんですよ。不思議ちゃんというか、うん、やっぱギャップがあるよね。うん、
家庭的なんだ。そう、家庭的までいかないですけど、まあ作りますね。たまに。料理するんですか？めっちゃ上手ですよ。だってインスタとかでよく載ってません？最近載せてないけど、でもカレンキッチン、カレンキッチンみたいなの見てました。クオリティがすごい。いつもお店見て、カレンがあれを投稿したら僕同じメニューをお惣菜さんで買って、カレンが作ったと思いながら食べてた。絶対そうだ。じゃあすいません、あーだこうだ言っておりますけど、はい、どうやら曲紹介の時間だそうです。はい、はい、ルリちゃん、はい、よろしく。はい、それでは聴いてください。ハピネスでサンシャインドリーム、一度きりの夏。ジェネレーションズの関口メンディと、はい、名前を、あ、松屋です。松屋さん、松原龍斗です。藤井カレンです。川本瑠璃です。松原やな、いそうなの。松原龍斗やな、松原じゃなくてな。はい、ということで、まあね、今週もこの二人でやっていきたいわけなんですけれども、どうですか、この二人のノリには慣れてきました。慣れました。慣れてきました。はい、すごいですよね、ハイテンションでね。僕はでもまだ緊張してます。え、こんな美人さん二人が目の前で。緊張してなさそう。嘘ばっかりだね。ね、嘘ばっかり。ドキ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 して。嘘ばっかり。目が泳ぎっぱなしです。全然泳いでないです。しっかり見てる。しっかり見てる。
だいぶ慣れてきたということで、はい、まあ、先週までお話ししましたけれども、はい、9月26日ですね、神奈川 KTZEP 横浜で行われる、はい、まあ、ハピネスさんのね解散ライブですが、心境どんな感じですか？でももう、まあ、いよいよかって感じで、まあ、リハーサルもしてるんですけど、本当にもうリハーサルの時点でちょっとみんなこうちょっとね泣きそうになってる瞬間とかあったりとか、うん、でもなんかこう振り付けとかもやっぱり昔のやつでも全然体に入ってたりするので、意外とやっぱ入ってるんだなって思ったりとか、なるほどなるほど、なんかいろんな思いが込み上げくる感じです。リハ確かにエモそうやな。エモいですね。なんかおのおの思い出すことあるやんな、きっとそういう曲でな、曲と記憶ってすごい結びついてるもんね、うん、あの時期、ね、喧嘩したなとか分かんないけど、うん、なんか大変だったなとか、うん、楽しかったなもあると思うんですけど、めっちゃ思い出す。めっちゃいい話してるのに白目向きながら喋ってる。いやいや白目向いてないよ。メイさんってなんかこうこやってないって、ってやってないやってない話入ってけんからやめてほしいんですよ。いい話やのにせっかく愛子さんだよそれ。いやいや分からんじゃない。身内ネタみたいな出すのやめてください。白目向いて喋るからさ、話入ってけよ。メールって読みます？メールって読みます？メールいっぱい来てるから読む？あ、読みます。読んで読んで、ね。みんな嬉しいかもしれない。ちょっといいメールも来てるんで。もうそれ。読めよ。もう来るから。ラジオネームさくちゃんさん。うん、女性です。ハピネスは中学生の時に鬼リピしてました。今でもハピネスの曲を聴くとその頃の思い出がブワッと出てきてエモい気持ちになります。特に私はオーディナリーガールズの MV が可愛くて大好きです。ハピネスは私の青春です、うん、です、はい、21歳の女性です。そう、手紙、そのメッセージ読んでる人のそのメッセージをこう覗き込みながら見る人初めて見たな。ハピネスあるあるかもしれないです。いや、おかしい、ね、だって聞いてたらわかるやん。だって確かに。なんでそのルリが手元で呼んでるのを彼そんな横から覗き込むの。信用できないですか、そのちゃんと言うか言わないかみたいな。心配もあるかも。心配は。漢字読めるかなとか。あと漢字ね。お互いなんか助け合って言ってた。ね、ブレイキングダウンオーナバ出ると思ってたとか、あったらもう読まんでいいよって止めなあかんからな。そういう一応確認がてら入ってたんで。そうそうですね。なるほどな。大丈夫かな。中学からファンだったっていう。そうです。鬼リピね、鬼リピ。そう、鬼リピしてました。で今は何歳？21歳だから会社員。会社員。違う違う。大学生。そう。ね。すごい。オーディナリーガールズ。この曲いいよな。MV も可愛いしな。あとこの時やっぱ。キャレンの髪型が結構攻めてた。あ、そうです。メイクとかもめっちゃ覚えてる。もうすごかったもん。確かにすごかったです。びっくりした。あ、なんかカレン来たなって。来てたけど、あ、まだ一個行ったなみたいな。ネクストレベル行ったねみたいな。ハッピーみたいな。はい、ありがとうございます。めっちゃいいしね。すごい好き。これ元気になる、この曲。ミュージックビデオとかも。じゃあもう一枚いいですか。コーヒー飲むタイミング一緒やってん。あ、そう。おめでとうございます。僕らも入れないでもらっていいですか、そもそも。ラジオなんかその。あ、その、すいません。すいません。AMSR だっけ ?ASMR。ASMR です。ASMR。AMSR じゃないです。違います。間違えてます。読んでいいですか？いや、どうぞ。読みます。ダメです。ラジオネーム。リュートの名古屋の嫁みゆさん。ああ、あいつや、名古屋の嫁や。女性の方ですね。うん、名古屋の嫁。リュートくん、メンさん、ハッピちゃん、いつも応援しています。うん、ジェネとハピネスが大好きなのでラジオで一緒にいるのを聞けるの嬉しいです。うん、リュートくんとカレンちゃんへのインスタの絡み好きでした。ハピネスは私にとって小学生の時からずっと追いかけてきた女の子の憧れ、目標みたいな感じでした。青春そのものです。長い間ハピネスとして活動してくれてありがとうございました。次のステージでも応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。同性のファンが多いってそういうことですね。26歳だから同性ですね、完全に。憧れやったってなあ。ええことやんか。26歳だから同性ですねってどういうことですか。あ、同性だ。同世代。あ、同世代ね。あ、びっくりした。すいません。はい。こういうとこや、天然で意外と。間違えちゃった。いや、でもそういうことなんですよね。やっぱ憧れの的なんだよな。嬉しい。嬉しい。僕もやっぱ女性に生まれてた人憧れてたと思う。
うん、憧れてほしいですよ。欲しいですよ。憧れてます。いまだに。ございます。いまだにカレンになりたいなと思ってる僕は正直。もうここまで来たら言うわ。思いがすごい。名前解明するカレンに。怖い。怖い。どうぞ。言った。ありがとう。意外とあっさり、意外とあっさり言いました。どうぞ。カズワヤカレンってことです。KK ってことですか。そう、KK ですよ。ママとママ元気？元気です、元気です。ちょっと最近会えてないからな、うん、ちょっとまた久しぶりに会いたいわ。パパかっこええね、ママも綺麗やしな。面白いですけど。この間もずっとね、ガス屋で、ね、あの大阪のイベントの時、親が来てたんですけどね。あ、みんなのずっと話してました。2人の応援。なんかさ、親同士をさ、僕らジェネの母ちゃんレンジのことママレーションズとか言うねんけどさ、かわいい、なんかないの、呼び名ないの、全然ママレスみたいな言わへんの。言わない、言わないですね。ファミレス、ファミレス、あのファミレス、ファミリーだからね、ファミレス、ファミレスじゃないです、ファミレス、ファミレスか、ファミレスは別のもんになっちゃう。ないな、ないですね。あ、特にないな。あ、そうなんや、うん、でもね、なんか家族と仲いいのいいっすよね。うん、仲良が賑やかでしたね。関西弁がずっと飛び交ってた。あれ関西のメンバー多いよな。2人です。あ、ここが2人か、はいはい、他はみんなバラバラか、はい、うん、全然関西弁出ないですね。いや、すごいと思う。もう長いからやろ、東京、うん、東京の方が長くなりました。 あとなんか来た時にやっぱこう直すもんな、標準語にな、うん、って言われて難しかったから。でもさすがに実家帰った時とか親と喋る時はどうでしょう。関西弁です、全然。聞きたいもん、2人の関西弁。いや、よし、じゃあ今から関西弁だけで行こう。Go。 OK って言われたら無理だ。そうそうそう、なんかどうしようってなっちゃう。いやいやいや、もう普通に、ここはね、じゃあメンディーさんも関西弁で。みんなで、みんなで、みんなでな。めっちゃうまいからな。うん、マジマジ、めっちゃうまいから、うん、どんどん上なってるからね。うん、ほんまに。あ、いやいや、どうぞ。だからメール読みながら関西弁行こうよ。フリートークにしようか、ほんなら。じゃあまあまあ、こういうのはブラックが好きなんや。はい、ブラックです。関西弁ブラックですね。ほんまか。ルリは、うん、チリか。やっぱ私ブラック飲めないです。なあ、飲めへんねや。飲めないですよ。なんで飲まれる。苦い、苦くて。僕も最初ブラック無理やってんけどな、朝とかやっぱ欲しくなるんだよな。あ、で自分もだって昔はブラック飲めへんかったもんな。無理無理、もう甘くらい飲めへんけど、ずっとそう飲まへんかったけど、言っとってな、ほんまにな。ハヤトがようコーヒー入れてくるから、そう、それでちょっと練習じゃないけど、なんかせっかく入れてきてくれてんのに飲まれへんの申し訳ないから。そうこそれみたいなしててね。最近やでな、だからな、結構最近飲めるようになったの。大人だったら味覚って変わんねん、やっぱ。そう確かに、うん、変わる変わる。だからあるやろ、食べられへんかったら食べれるようになったもんとか。あります。何がある。お寿司とか特に多くない。お寿司とわさびです。あー、そうやな。関西弁しゃべれや。忘れてたよ。僕ら二人だけやけど。おかしいやろ、しゃべれや、関西弁。あるよな、でも、うん、あります。最初とおさあれやろ、卵とか、なんかハンバーグみたいなやつとか食べられる、納豆とかやろ、それがどんどんマグロ食べれるようになって、光り物もいけるようになって、うん、そうそう、それでしょ、それ、うん、なかった。大人になっていくにつれて味覚が変わるってなかった。ないですね。ありがとう。難しい。なかったね。難しい。全然喋れない。食べられへんかったもんが食べれるようになったとかないの。大人になっていくにつれて。あれ苦手やったのにさ。牛乳。あ、牛乳、はい、苦手やったのに飲めるようになった。はい。全然関西弁ですね。あ、そっかですね。てか、そもそも関西弁ってやっぱ敬語になると難しい。確かに、めっちゃ難しい。あ、そっか、だから、そっか、それも一回取っ払わないと無理なんだ。敬語じゃなくていいよ。敬語じゃなくていいよ。もうタメ口で。あ、そう、なんと牛乳、ほんで子供の頃嫌いやったん。牛乳は、甘いのが嫌いやったかな。あ、ほんであれでしょ、給食とかも別に経験してないか、そんなに。給食は最後まで残ってあ、もう先生に残してたらもう食べ終わらせないよみたいな、片付けさせないよみたいな、嫌な思い出もあったけど、大人になって牛乳飲めるようになって、はい、どんなタイミングで飲む牛乳。朝しかやっぱ分からへん、寝る前かもしれん。どう、温泉濃い。あ、嘘ついた。温泉は違う。ちょっとやめようか、これ。こんなにうまくいかないもんなの。こんな、ボコココみたいなもんやん、関西弁。こんな詰まる、いざ喋ってって言われたらそうなりますね。そうか。そう。難しいか。難しいんや。あの、親と喋るって混ざりますよ。うん、混ざる。あれ、どっちみたいな。へぇー。わかるわ。わかる？わかる。うん、でももう意識してない、あんまり。意識せえへんよな、別に。そんなに。なるほど。はい。
いやでもちょっと2人の関西弁聞きたかったね。うん、聞きたかった。じゃあルリーはなんでやねんをちょうだいな。でカレンはどうしようかな。なんでどういうこと。ええ加減にせえって一言ずつちょうだい。多分聞きたいと思う。ええ加減にせえ。ああなんでやねん。なんでやねん。もうちょっと何かちゃんと聞きたいのよ。その連発せんといて。その分かる。なんかこう今3回言いましたよ。じゃあカレンちゃんお願いしますって言ってこう欲しいわけ。あそう分かる。スタッフさんもなんかそういう感じ。いや確かに心の中でクリして困るから。エコーとかさかけたいやん、いろいろドーンとかさ。聞きたいこれ、うん、聞きたいのよ、うん、じゃあ聞きたいのよ。じゃあキャリンちゃんお願いします。はい、ええ加減にせえ。ええやん、いい声。ええやん、じゃあええやルリーお願いします。何でしたっけ。なんでやねんな。いきますね。なんでやねん。こういうことが、こういうことがしたかったのに、二人がさ、もう、なんかもう連発するからさ、おかしなことがあったから。100人のつもりでした。めちゃくちゃやったから。ありがとうございます。いや、でもよかった。言い訳でな、関西弁ね。よかったです、よかったです。でも言ったことないけど、ええ加減にせえ。なんでやねんとかも言わないでしょ。言わないでしょ。言えへん。めっちゃ言うけどね。うん。でやねんってめっちゃ言うで。あ、でやねんってな。いや、そうそうそう、でやねん、でやねん、言うや。あ、でも言わへんか、女の子同士の会話で。なんでなん。うん、確かに。なんでなん、なんでなん。確かに。じゃあなんでなんバージョンももらってください。いや、いいです。次お願いします。次お願いします。何でしたっけ。曲いきましょう。曲。はい、じゃあルリちゃん、面白い感じお願いします。面白い感じ。面白くなくてもいいよ。はい、それでは聞いてください。ハピネスでキスミ。だって笑うでしょ。Kiss me 初めてキスした、あの冬は忘れない、他には何もいらない。 Your winter night いつなんでもこの ジェネレーションズがお送りしているジェネトーク、本日はここまでとなります。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。さて、この番組では皆さんからのメッセージを大募集しております。疑問質問何でも OK です。メッセージは番組ホームページからお送りください。ここまでのお相手はジェネレーションズでした。4年ぶり10回目のシガコレ開催、歌天プレゼンツシガアイドルコレクション2023、11月25日土曜日12時50分スタート予定、白井シアター安大ホール。出演アイドルは STU48、 キスキス、ギャングパレード、カラフルスクリーム、椿ファクトリー、デビルアンセム、バババンビ、バッテン少女隊、
パニックモンスター in ワンダーランド、ハロプロ研修生ユニット23、真っ白なキャンバス、ムーブ、アルテミスの翼の13組。チケット料金は前売り8800円で現在発売中。お問い合わせはサウンドクリエイターまで。 シーガー、アイドルコレクション。